ご視聴ありがとうございます。今からカースガノンとの戦いに向かっているリンクです。それを見守る鬼嫁です。立ち位置はここでいいかな？それはどうでもいいので勝手にしてください。ここの神獣はかなり強いらしいので気を抜かないように。あと視聴者の皆さんが応援メッセージをくれたよ。ありがたいですね。本当に。でも皆さん気を使って戦い方を教えてくれなかったんだよね。それか戦い方がわからないリンクを見て楽しんでいるのかも。まあそれがこの動画の醍醐味になってきましたからね。ゲームの腕もポンコツなのに。これでゲームが超うまかったら攻略ガンガン見てやるんだけどね。気をつけな。そいつはガノンが作った化け物だ。100年前、私は手も足も出せずやられちまった。でもさ、あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。そうだろ？終わるわけにはいかない？奴の動きは早い。いきなりカウンター食らった。本当に動き早いね。いや、強いとは聞いてたけどここまでとは。いつものごとく雷が当たると武器とか落としちゃう感じなんだね。いきなりミファーの祈り発動してしまった。こんなはずでは。こんな予定ではなかったの。大丈夫かい？なに、あんな速いのどうやって防ぐのよ。今だ。と食らえと。なんか盾壊れた。今のうちにボッコボコに。全然間に合いませんでした。これはじゃああいつが近づいてくるのを待って、チャンスがあれば盾を壊してボッコボコにするってことなの？そんな方法なの？全然身動き取れないんですけど。これは参った。弓とか効くと思います。で壊れた。もう弓とかそういう次元じゃない気がする。リンク大丈夫。下まで落ちちゃったけど。なんとか生きてますね。あいつめどこに行きやがった。弱いけど強気なんだよな。なんか近くにいる。本当にすばしっこいやつだよ。全然戦い方がわからん。フルボッコにされてるんですけど。これはまずいね。おっと、雷攻撃。あの雷ってなんかふわふわしてるよね。くらえ！俺がくらった。もう帰りたい。あ、なんか久しぶりに聞いたね。ネガティブ発言。だってこれだけ開かなくないです。シーカーストーンとかを使うのか？ビタロックで敵を止める。いや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 。こんな早いの止められねえって。あいつビタロックに反応してるとは思えないのだが。ウルボサさん名前呼んだだけだったが、戦闘方法など教えてくれないだろうか。でも足も出なかったのがわかりますね。なんなのあいつ。あまりのわからなさに怒り始めました。鬼嫁わかんないけど、あの雷をなんとかするんじゃないの。剣で打ち返すとか。野球みたいに。そんな感じ。は、リンクはこのまま戦い続けますが、これは鬼嫁の独り言だと思って聞いてください。編集中に気づいたのですが、雷を打ち返すという発想は合ってたのではないでしょうか。リンクって回転切りみたいな技持ってましたよね。もしかしてそれで跳ね返す感じだったのでしょうか。それともこのような状況を何回か見たのですが、もしかしてこの装置に雷を貯めるとかでしたかね。合ってる。この後はリンクのやられっぷりをどうぞお楽しみください。なんで口笛吹いてたん？まだまだリンクのやられっぷりはこんなもんではありませんでしたが、ダイジェストでお送りしました。その後、ここの柱のところに立っていれば敵がはまるということに気づき、せこいながらも HP を半分まで削ることができました。ゴリ押しです。面白いぐらいにはまってくれました。そしてウルボザ様はリンク、今だ、大丈夫かい？しか言ってくれなく、やっぱり最後まで倒し方がわかりませんでした。そしてなんとか HP を半分まで削ったら、お決まりの第二形態となりました。どうすればいい？そのゴリ押しでなんとかひねり潰せ。ゴリ押し通用しますかね？なんかたくさん降ってきます。雷が落ちていってるね。どうすればいいのでしょうかね。全然下に降りてきそうな気配もないしね。やっぱりたくさん降ってきますね。なんかいろいろ試してみるしかないんじゃないかな。
その時マグネキャッチ反応したー。ここマグネキャッチ割と使ったもんね。やっぱり第一形態もマグネキャッチだったのかな。今となっては謎のままですが、もう倒し方は分かったんだから早く棒落としてこい。いきなりの強気発言ですが大丈夫でしょうか。もたもたしてたら壊されちゃったよ。このもたもたがしばらく続きます。食らわせる前にあの棒にマグネキャッチを当てることもできない。だーえ、雷落ちんの。じゃあどうやってキャッチすんの。ちょっと近すぎたからじゃないの。一応鉄の防具と武器は外しました。当てた、当てたよ。どうすんのこれ。キャッチした後のこと何にも考えてなかった。敵に当てればいいんじゃないの。やうまく操作できない。このポンコツが自爆入っちゃいましたね。俺はいつまでこれを持ってるんだ。いけー、通り過ぎちゃってますよ。じゃあせっかく掴んだチャンスだったのにまたやり直しだよ。よし、キャッチした。鉄柱をヤツの近くに持っていけるかい。持っていこうとはしてるんですけど、お前どっち持ってってんだよ。なんだい、どっちかというと棒に操られてるみたいになってるけど。うちの棒の鮮度がすごくてピッチピチですよ。全然言うこと聞いてくれない。お前の操作が下手くそだからだろう。見ててイライラするよ。俺も自分自身もイライラしてますよ。もうあれから何分経ったよ。編集でカットしたので3秒くらいでしょうか。そうか。何これ、全然当たんねえって。それに雷が落ちるのを待つとか。だあ。敵が落ちていったよ。じゃあボッコボコにしてこよう。ボッコボコにされた。その後 HP が残り少しになったところで暴れ牛かのごとくてがつけようがありませんでした。そして最後にミファーの片身でとどめを刺してやろうと思いましたが、壊れました。ダイヤモンドと素材があれば直してもらえるみたいですが、この嫌な感じ。ガーディアン戦、俺の苦手なやつ。こんやろ、バカやろ、何時間かかったと思ってんだよ。今回もやっぱり苦戦したじゃねえかよ。リンクの武器が止まりません。やっと終わったんだな。みんなの言ってた通り今回のはかなり手強かったな。もう二度と戦いたくない相手でしたね。リンクお疲れ。メイン制御装置を起動すると神獣内部に戻れなくなります。本当に起動させますか。さすがだね。おかげで私の魂も奴から解放されて、このナボリスも取り戻せたよ。これでやっと自分の仕事を果たせるってもんだ。あんたの助けになるっていう仕事をね。あんたがハイラル城で厄災と戦う時を楽しみにしてるよ。この神獣と一緒にガノンをぶちのめしてやれるんだから。ああ、贈り物があるんだよ。私の力、
ウルボザの怒りを受け取っておくれ。きっとあんたの役に立つよ。私らのことであんたもおひいさまも苦しんだんだろうけどね、こうなるしかなかったんだよ。あんたらのせいじゃない。だからあの子に伝えておくれ。もう気に病むんじゃないよって。それから胸を張っていいんだって。おひいさまを頼んだよ。ああ、ついでにこのハイラルもね。ボール、神話に歌われるゲルド族の賢者、そのゆかりの名をいただいたあんたも立派なゲルドだよ。そうだろ、ナボリス。100年前、私らはあっさりと奴にやられちまったけど、もう負けるわけにはいかない。厄災ガノン、とぎ話によればあいつも元はゲルド族だ。だから私もあんたも全力で奴に立ち向かう。それがゲルドの意地ってもんだろ。しっかりガノンを捕らえていておくれ。リンクが奴と戦う時、すごい一発を食らわせてやろうじゃないか。今からその瞬間が楽しみだよ。なんすかその顔。いや、さっきの指パッチンは何だったのかと思って笑うとこだった。新しい力蒸し上がったよ。もう俺はここの英雄だ。調子乗るなって。だから俺はもう男のままでも入っていける。何よ、ひどい話だよね。ここの人たち俺に助けられたんだよ。恩着せがましいって。ルージュ今戻ったよ。どんだけ浮かれてんだよ。お、帰ってきたか。相変わらず可愛い。うざ、無事でよかった。本当に。心配してくれてたんだね。
ナボリスが鎮座し、巨大な砂嵐も収まった。大悪祭の動向は気がかりだが、少なくとも民がナボリスに悩まされることはもうないだろう。これは世話になった例だ。かつてウルボザ様が使われていた我が一族の主力の武具だ。ウルボザ様の友であったお前に持っていてもらいたいと思ってな。宝箱を。がっついてるね。素敵、ミファーの槍がなくなってしまったし、使うとすぐ壊れてしまうのが難点。こっちは。わあすごい派手な盾。使うのもったいないね。さてと次の目的地まで行きますか。この兜くれないの。待て、それは我が国の宝雷鳴の兜。いくらお前といえども気安く触れることは。まあ落ち着けリューラ。そうだぞリューラ。お前、この兜が欲しいのか。そりゃ欲しいですよ。そうか、しかしいくらお前が恩人でもこれだけはくれてやることはできんのだ。手厚くなよ。だが、お前が立ち向かおうとしている相手は、ウルボザ様の仇。お前が心から望むなら、貸してやらんこともないぞ。ではお前の本気を見せてもらおうか。この兜はこの国の宝、民からの信頼も得てもらいたい。悩みを持つ民をすべて救い、この町に惑うことなき平穏をもたらしてみよ。そうきたか。動画外で頑張ってみます。兜を借りれたらご報告しますね。お前の力は確かなものだ。しかし力だけでは民は救えぬぞ。まだ話終わってなかったんだね。ではではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうな。よかったらチャンネル登録もよろしくね。